すごいよ。はい、これがどれだけの値打ちもんか分かるか。これ電気値打ちもんなん。これが陶器的じゃないで、さっき聞いたんよ僕、うん、え、これお皿なん。これ電気のかさって傘が皿になっちゃうの。うん、皿型にしたの。え、何が、ほらこれが違うんか。これが瀬戸門。え、瀬戸門、瀬戸門、うん、焼き門。あ、ソケットが瀬戸門。セラミック製でできてるの。そんなもんな。あの要するにプラスチック、ね、その後が、うん、でもプラスチックになる前の1個ずつ出る。ベイクライトみたいな、うん、え、ベイクライトって言うん。これの後は、これの後がベイクライト。ほんでこれは何、瀬戸門の。ほんでそっちが、これはもうあちこち行ったらどこにでもある。量産型やね。これはもう古い工場に行ったら、あのぶら下がっとるあちこちね、古い家に行ったら。おあれは ここで、まああの伝説、あくまで伝説やけど、多分持ってると思うけどね。あの明治44年にここに電気が入る。もうこれはほんで明治44年、うん、最初にできた。そこから、うん、これ日本にいくつぐらいあんの。さあ、ほらもうないやろ。もうない、もうないやろ。数えるとしかないやろと。こんなとこつっといたらあかんで、割れるで。こんなとことは、こんなとこごめん。でも割れるで、人に当たるで、ここだったら。いやいや、え、そんなことあかんよ。これがよくないの、うん、あ、このつけこれが、これが、うん、あのこれが取れるんやな。取れるん、取れたり割れたりする。おうおう、そしたら新しいのに変える、うん、そしたらもうそういう時にはこれはない、白いのがない。あ、なるほど。これが白いまま残っとるいうのは、うん、明治44年にここに電気ついた時からずっとこれが使われてる。ついでに言うとこれもお茶はこれダラダラしてんねんな。ダラダラしてる、ダラダラしてる。触ってみ。うん、ダラダラしてる。これは何してるってな、機械で作っとるんじゃなくて手作りやから。人間が拭いて作っとるから、うん、ふーっと、うん、人間の呼吸いうのは、うん、息継ぎせなあかんから、うん、あの要するにこういう側に、うん、息を吸い込んだ時には、うん、あの圧力とか要するにこけへんわけよ、うん、だから太なったり薄なったりするわけや、うん、ほんだこれをね、あの説明しようと思ったら陶器の電気の付け根、これソケットやろうな。陶器のソケット部分がセラミックでできていると言ってくれたら一番いい。それからスイッチのひねりの部分、スイッチのひねりの部分がセラミックでできている、うん、できている。うーん、なるほど。明治44年に、うん、明治44年に小屋口に電気がついた時以来使われている。電気がついた時以来使われている。電気がついたというか、電気が流れるというか、福山の発電所から電気が来るようになって以来。ちょっとこれもうちょっと奥へ入れといてくれやんか。誰か当たったらほんまにあかんと思うやけど。